立憲民主党本田平直、暴言連発で大炎上。本日、立憲民主党の本田平直さんが国会にてこのような発言をしてしまいました。1621億円。いいんじゃないかと思ってみると、ここになんとですね、自衛隊の安定的な運用体制の確保といって、まあ、まさにですね、この補正予算4兆ですよ。その約1割弱の金額が、自衛隊の物を買う予算、今年にするこの事情の変更は、財政法29条に掲げる特に緊要となった経費の支出なんですか。令和元年度の予算編成後に生じました事案として、例えば予算成立後、昨年5月以降、北朝鮮は20発以上の弾道ミサイルの発射を繰り返し、またロシアの爆撃機による南大東島八丈島における2度にわたる領空侵犯、中ロの爆撃機による我が国周辺での初めての共同哨戒飛行などが起こりました。また、自衛隊の活動を必要とする自然災害が相次いで発生している。そうしたことが事案にあたります。本田平直君。そうであるならば、なぜ北朝鮮情勢が緩和したとしも補正予算に防衛費が入っているんですか？防衛大臣河野太郎君。一見緩和しているように見えるかもしれませんが、この北朝鮮が核開発あるいはミサイルを開発を続けているということは事実でございます。またこの北東アジアをめぐる安全保障環境は、中国がこの10年間でも軍事予算を 2.5 倍に増やす謎、決して緩んでいるというふうには捉えることはできません。本田平直君。今の事情は全く補正予算の組む、毎年毎年北朝鮮情勢変わりますけれども、緩和した年も元から買うものを前倒し、だから緊張が少し高まったからって元から買うと決まっているものを緩和しているだけですから、全く補正予算、この財政法の趣旨に合わない。災害の復旧はしっかりやらなきゃいけませんよ。しかしこんなもの紛れ込ませる、非常におかしいということを指摘して、こちら本田さんは国民を守るための防衛予算をこんなものだと暴言を吐かれてしまっておられますが、この防衛予算について河野大臣が丁寧に説明をされておられましたけども、日本周辺の安全保障環境、北朝鮮問題も中国問題も一切改善せず、日に日に悪化してしまっております。そういった中で、こういった防衛予算は、例えれば保険のようなものであり、万が一の事態に備えるために、しっかりと国民を守るためにですね、可能な限りの対策を取ろうとしている日本政府に対し、本田さんはこのような暴言を吐き、国民を守ろうとする日本政府の努力を誹謗中傷し、またそういった努力を妨害しようとしてしまっております。本当にですね、こういったおかしな国会議員が国会に存在してしまいますと、今後も国民が危険にさらされ続けますので、皆様、今後行われる選挙では、立憲民主党には、本田平直さんには、絶対に投票しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。